コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、一応ね、ちょっとドラゴンボールのね、スーパー悟空伝と、あと、劇場版のアニメを、見てきたというね、はい。そこで買ったグッズなどを紹介したいと思います。いや、まずね、最初に、劇場、アニメを見る前に、スーパー悟空伝、はい。こちらがね、東京空町で開催されているということでね、行ってきました。うん。いや、行ってきた感想としては、なんだろうな、ちょっと、狭い。ちょっとスペース的にちょっとなんかすぐ終わっちゃう感じ。体験型と言いながら、体験できるのはフォトショットみたいなね、撮影場所みたいな感じだけでしたね。もっさりしてるっていうかね。期待を下回ったような感じがしましたね。いやー、あれはどうなんだろうな。ちょっと今までいろんなところのね、ドラゴンボール展見てきましたが、いまいちだったかな、正直。はい。ということでね、でもね、そこでね、買ってきたグッズ、こっちがね、結構メインだったんで、ご紹介していきたいと思います。まずね、1個目、多分これはね、ローソンでも発売されてたやつかなと思うんだけど、ちょっと近所のローソンでは見かけたことがなかったんで、買ったんですけど、こちらブロリー、ドラゴンボールスーパーブロリーのね、このカンカンですね。裏がゴールデンフリーザーになってます。はい。これはね、スナック菓子の詰め合わせのカンカンですね。こちらがね、自分ね、ローソンであるっていうのを聞いたんですけど、どこのローソン行ってもなかったんだよね。なんか限られてるみたいで、で調べたら自分の近所のローソンは全部ない、置いてないとこで、はい。でもね、今日行ったところで売ってたんですよね。しかもね、なんかこのブロリーのやつだけラス1だったんですよね。なので思わず買っちゃいました。これ多分1300円かそんぐらいじゃなかったっけ。確かそんぐらいだった気がする。お菓子はどうでもいいんですよね。ただこのカンカンが欲しかったっていうのでね、はい、こちらを購入してきました。はい。で、続いて購入してきたものが、こちらですね。はい、ちゃんと、ドラゴンボールスーパーメタリックシートガムっていうね、トップセーカーから出ているやつですね。多分これはね、一般販売されると思います。自分見たことがなかったんですけどね、先行販売なのかわかんないけど、一応ね、はがきサイズのキラキラフィルムシート1枚入りということでね、はい。結構、なかなか大きさがある、あれですね、シートだから、どういう感じなのかわかんないけど、これは全何種なんだっけ。特別なレアシートが入っているかも。ちょっとこれ気になるね。特別なレアシート。全何種って書いてないか。書いてねえ。とりあえずね、今ね、ちょっとすぐ出せるようにもカットしてあるんですけど、とりあえず何が出るかっていうのをね、ちょっと皆さんと一緒に確認したいと思います。また、最初にちょっとガムをね、出しますね。多分ガム。トップセーカーのガムですね。四角い。では、いきます。
じゃあ行きます。どうなってんだこれ。あ、こっからもう分かってんな。え、なんだこれ。じゃじゃん、キャベうわ、すっごい、これなんだ、これは別にシークレットとかじゃない、特別なレアシートじゃない、ね、キャベか、じゃんしゃしてるこれ、すっげえミラー、うわキャベか、中途半端だな、うわ中途半端だわキャベ、はい、まあ、こんな感じだね。これはちょっとね、結構大きさ的にもいいね。うん。多分これは多分なんだろうね、多分2回言ってたけど、スーパーとかに多分売られると思うんですよね。うん。ちょっとあったら買おうかなまた。うん。ちょっとレアなシートか何かすげえ気になるから。はい。でね。で続いて、買ってきたのは、こちら、じゃじゃん、ドラゴンボールアクリルデカード、はい、こちらね、ドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT、ドラゴンボールスーパーと、4つの中のキャラクターが入ってますね。全25種、はい、いやー、こう立体でね出るんですけど、まあベジット狙いはスーパーサイジン4の悟空でも25周だからね難しい。これもねもうすでに封を開けてます。早速ねちょっと確認しましょう。はい、何が入っているか、よし、いきます。ちょっと散らしながら行こうか。ちょっとこの時点で何かっていうのね、ちょっと赤いね、うん、赤い、あ、赤ってなんだろう、あ、これ逆だな、え、ちょっと神って書いてある、神ってなんだ、神様、いきます。あ、多分これ回したら分かるな、まあ行くよ、せーの、じゃん、お、来た来た、これいいじゃん、スーパーサイジンコント、スーパーサイジン孫悟空海洋拳、お、これいいじゃん、海洋拳悟空、これいいね、2-23、あ、25種だから、これ後ろの方だな、おお、いや悟空が出てよかった、いや悟空だったら別に何でもよかったっちゃよかったんだけど、いやよかったー、まあ、うん、これはいいですね、こんな感じのあれなんだ。続いてがですねこちらいきましょうか。はい、じゃじゃん、同じです、はい、同じだけど種類が違う、はい、まあ全25種ですけど種類が違う、セルトがいるね、で身勝手の極意兆しで、何よりゴジータ4、これ欲しいね。でもねここにね予言魚だっけ、こりゃ外れやろこれ出たら泣くな俺、うん、これもう封開けてるんでね、ちょっとまた散らしながら見ていきたいと思います。ちょっと色でね大体判断つけよう、ちゃんとね、こブルーだな、え、ちょっと待って、ブルーえ、いやまさかな、え、ちょっと待って、あ、ここでちょっと分かっちゃう、あ、悪って
いやもう悪っていう時点でもうちゃうわ。もういきますよ、いきます、せーの、じゃん、フリーザだ。やっぱり悪って言ったらもうフリーザ。でもまあいいよね、フリーザはいいですよ。でもドラゴンボールスーパーの方のフリーザ、あ、そうだね、天使に輪っかついてる。おお、フリーザはいいね、当たりですよ、うん、よー、元気じゃないだけいいよね、これは、うん、オッケーオッケー、フリーザ様来ましたね。よし、ハズレではないぞ。では、次、続きましてがですね、これも多分ねローソンで売られてたやつかな。 こちらあのね、これももう剥がしちゃってるんですけど、ドラゴンボールスーパーブロリーアクリルジオラマスタンド全5種プラスシークレット1種、これも確かローソンで売られてたと思うんだよな、うん、それがね、結局、まあ、さっきも言った通り手に入らなかったんでね、それがあったんで、買ってきました、1個だけに、うん、シークレット欲しいね。シークレット何なんだろう、知らないんですけどね、ただゴジータとブロリーが入ってるのを知ってるんですよね。ゴジータ狙い、ゴジータがブロリー狙いでいきます。よし、ちょっとこれどう向きなんだろう。とりあえずこうだな、こう開けますか。これはちょっと分かんねえな。あ、ちょっとこのこれでちょっと分かる、これで分かるかな。あ、ちょっと見えてる、あ、ゴールデンフリーザゴールデンフリーザです。え、ゴールデンフリーザシークレットじゃないよね。ゴールデンフリーザーか。あ、こうなってんだ。はいはいはい。あ、ゴールデンフリーザーか。ゴールデンフリーザーはあれだよね、シークレットじゃないかな。わかんねえけど。いやー、ちょっとコージーと欲しかったな。これはちょっと外れかな。うわ、そっか、フリーザか。まあ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 、致し方ない。はい、続いてはですね、劇場アニメ、ドラゴンボールスーパーブロリーを実際に映画館で見に行きました。はい、そこでもね、グッズを購入してきましたんで、ご紹介していきます。まずね、買ったものがこちら。はい。なんて新聞ですね。ちょっと大きいんですけどね。ちょっと入りきらないけど。うん。すげえプロで、裏面が、こうね。ゴジータかっこいい、スポニチ、あ、500円ですね。いや、これはすごい。はい、まあ、一応ね、中身はね、ちょっと申し訳ないんですが、まあ実際にお見せすることはできないですね、うん、まあ、ネタバレになっちゃうんでね。はい、これはね、皆さん、劇場行ってね、買ってみてください。結構これ内容的にね、結構詰まってます。はい、これいいですよ。で、続いて買ってきたのがですね、こちらですね。じゃじゃんとね、これ分からないかもしれないけど、下敷きです。いや、久しぶりに買ったわ、下敷き。はい、ドラゴンボールスーパーブロイ、いや、いいね。これはね、350円ですね、はい、
この下地いいなと思ってね、はい、買っちゃいましたね。で、続いてがですね、こちらじゃじゃん、ドラゴンボールスーパーブロリーのね、まあ、特別版みたいな感じのやつですね。パンフレット、普通のパンフレットよりちょっと高いです、はい、これもね、普通のやつより20ページ多いんですよね、うん、で結構ねこの見た目がかっこいいっていう黒、うん、金の箱押し、はい、これがかっこいいんでね買っちゃいましたね、はい。まあ、これもねネタバレになっちゃうんで中身はお見せできません。ここからがですね、あれですね、ちょっとね、映画の版権を持って、ナムコの、ゲームセンター行くと、シールがもらえるんですよね。そのシールの中に当たりがあると、世界に100体しかないゴジータのフィギュアが当たるっていうのでね、ちょっと引かせてもらいに行きました。はい、でね、2人で行ったんで、2枚もらってきました。まあ結果ね、結果的にペリッとねこうめくったらポンと、はい、ブロリー、これかっこよくないですか。これシール当たりじゃなくてもシールだけでもいいよね、かっこいい。当たりってどういう風に書いてあるかわかんないんだよね。なんか店員さんにも当たりがどういう風に入ってるかわからないですって言われて、うん、でも多分大々的に当たりって書いてあると思うんだよな。でこれが1個ね。でもう1個、もう1個ペリペリっとねめくってポン出したら、はい、こちらはすごい、ブロリーとゴジータが一緒のやつ、バーサス、これはいいね。このシールめっちゃかっこいい。 Not for sale って書いてあるね、うん、いやこのシールはねいいよ。これも外れなんだけどね、世界100人限定なんて当たるわけがない、はい、という感じですね。でまあちょっとねちょっとしまうわ、はい。続いてね、HMV、近くにね HMV があったんで、HMV に行ってちょっとね、商品を、購入しましたらね、もらえたものがあるんですけれども、こちらです。ちゃんとね、HMV キャンペーン300円オフ券。それがね、なんかドラゴンボールスーパー仕様なんですよ。裏面はね、こういう感じ。うん。いや、これもいいよね。コレクションにしとこうと思って。はい。300円オフなんて、あんま使わねえなと思ってね、はい、これは取っとこうと思います。で、まあ皆さんね多分分かってると思いますけれども、なんとね劇場特典があるんですね。多分そちら皆さん期待されているんではないでしょうか。はい、2人で行ったんで2枚分、はい、ありますね。一つがね、ドラゴンボールヒーローズスーパーカードパック、こちらのね、悟空かブロリーどっちかが入ってるんですよね。どっちかが1枚入ってるってこと、うん、それが2枚なんでね、どうだろうな、1枚1枚欲しいけどダブル可能性もあるよね。はい、で次の特典が一番多分ね、これが場面によっては高値がつくんではないかというね、全153種ある、フィルム風ステッカー、これすっごいよな、153種だぜ。
場面によっては本当高値がつくだろうなっていうようなやつですね。これがちょっとすごい期待してるんですよ。何が出るか、まあ、何が高値つくかもわからないんですけどね、はい、これをねちょっと開封したいと思います。まずねちょっと、まあ、こっちはペリペリってめくって、こっちはちょっとハサミでちょん切ってね、すぐ出せる状態まで持っていきたいと思います。はい、ということでね、一応開封できる状態まで持ってきました。はい、ではね、こっちから見ていこうか、はい、まず、こっち、まあとりあえず、まあ、どっち側が出るのは当たり前なんでね、これを普通に開けます。いきます、せーの、ブロリー。あれ、びっくりした、今度2枚入ってたのかと思った。ブロリーです。 BR ブロリー BR、 いやドラゴンボールヒーローズやってないからわかんないんだけどね、うん、強いのかね、これこのカードは、うん、いやーよし、 OK OK つうかね、まあどっちかが出るのが当たり前なんですけどね、はい、っていうことはこっち悟空、悟空であれ、はい、いきます、せーの、ブロリーがダブリです。マジか、うわ悟空じゃないのか、そうですか、あー悟空来てほしかったな、いや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 、3年もね、はい、っていうことでね来ました、自分が一番楽しみにしているフィルムステッカー、さあ何が出るでしょうか。ちょっとねこれ剥がし方失敗しちゃって、これ穴開いちゃった、うん、まあいいか、どういう風に開いてるのか分かんないんで、いきます、あれこれ裏かな、裏だな、じゃあ裏からこうやって一気にペロッとね裏返すっていう、よし行きます、ちょっと芯が普通っちゃってるけど、せーの、これは、あ、激突100億パワーの戦士たち、これは外れだな、芯的にちょっとこれ外れだろう、そうですか、外れだな、これは153種もあるからな、もう望みはこっちの方に託されまして、頼むからいいシーンであってくれ、よいしょと、はい、じゃあいきます、もう一気にいくぜ、いっせーの、セット、クーラーか、とびっきりの最強対最強、あークーラーのシーンですね、この悟空あさっての方向向いちゃってるあーどっちも中途半端だな、あーそうですか、なるほど、いやーどっちも中途半端、そっか、まあ、ということでね、まあ、以上になっちゃいましたね。はい。ということで、これで全部、紹介し終わりました。皆さんね、映画見られましたでしょうか？結構今回ね、バトルがもうほとんど9割方バトルですよね。めちゃくちゃかっこよかったし、面白かった。はい。まあ、次のね、伏線もなんか、あるような感じですね、はい、ぜひ見てない人は見に行ってみてください。ということでね、今回は、買ってきたもののご紹介ということでね、終わりたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。